び出やす。まだご主人のお便りはないんですか。へえ、そうですか。あの朝鮮のご両親妹俳優のもまだ出んの。もう帰ってなならんのんですけど、私らが痩せ出されたもんですさかい、わからねえないかと思ってますの。なんですか。何しあんさんの力になってくれはる人がおまへんねんよってな。それに子供はよ結核や言われてますしな。あ、ほんまに困ってしまいますわ。あ、これおばさんまたお願いします。へえ、マスもんでんのやな。マスもんではな、そうでんな。600円でどないです。もう少し出してもらえませんやろか。ほんと全部してまんねんで。何日夏もんですさかいな。それにこのごらさっぱり売れんようになって、税金ばっかし目の向けるほど取られて、これでは古着と一緒に首つらんならんって言った。あんた、もう50円だけでもお願いします。へんわ、とっても出まへんわ。助けてやってください。せめて分の卵代だけでもお願いします。よその店行ってみなはれ。そら500円ぐらいしか買わしまへんで。ヘッドキャな、奥さん、お金がおいるようならええ話がありますんやけど、どうなんです。ええ話ってどんなお話でんの。うばっかしではな、たまには取り込むことも考えんことには。ええお仕事がありまんのか。私何でもやりますわ、お頼み申します。ちゃんと信玄持って礼儀のええ人がいてはりまんねんわ。紹介しますよって上がったらどうです。貸してくれはりまんのか。そら奥さんの腕次第ですがな。二度と忘れられんようにしやはったら。失礼なこと言わんといてください。ちょっと上がるだけでよろしゅうまんのやないかいな。みんなやってはりんで。下見てもの言ってください。馬鹿にせんといて。ただいま。どうやった。何分ぐらいに買うてくれた。600円です。安いやないか。しょうがありませんわ。皆さん、あんたさっきえらい前に怒ってたなかったけど、わざと出せるかなやったら急に出すわな。だけど他の店みたいにガツン儲かるって言っちゃうやつかいな。もう結構、この子のことはなんとか私がしていきます。リンゴ買うてきたんやで。待ってあげるよってんな。待ってなさいよ。おたまちゃんも買うてきたんやで。それはあんたのことやったら、あんたなな、素直に取り組め。飲んで回ってるんやったらその金出したらいいかんと思うてんやろ。おはいかんがな。長い間戦争に引っ張られて心臓なって感じたら打ち合わへん。いくら弱みやや、ちょっと間違ったら暗いとこにぶち込まれんねや。下げぐらいに間違ってな。何っすね。せやで月々5、6000円消えれてやってるやないか。いや、もうあんた喜んでる。用事決断ってだいやん。医者は医者の言う通りに打たんかて。医者はそんなうまいこと言うよって薬代稼ぎよんねや。注射ボロいさからな。あ、先生そんなことしはるつもり。あれもみんな同じやてよ。全時も取ってもろたんや。あんたそんなのんきなこと言いはりますけど、この子にもしものことがあったら、あばちゃんに申し訳がありませんわ。何どないしてんねん。生きてんのかいな、死んでんのかいな、お前。早く帰れったらいいな。まあ、あない言ってんの。
もう結構です。この子さえ元気でいてくれたら私もそこで行って働くんですけど、思うように行きませんわ。もう何も言わんといてくれよ。
聞いてるわな。うん。姉さん。姉さんじゃない。まあ、なっちゃん。姉さん。とうとう会えた。探したわ。よう、まあ、達者です。よかったな。あ、なっちゃん、大和田の久美子さんよ、大きくなりはったやろ。大きくなったのね。久美子さん覚えてはりますか。ほら、朝鮮に行ってました妹の夏子ですの。随分変わりはって、うちちょっと分からへんなんだわ。それであんた、いつ帰ってきた。21年の9月。帰ってきたら姉さんの家も焼けちゃってるでしょ。聞いてもわからないし、お兄さんの会社がどうしても思い出せないのよ。困ったわ。それでお父さんお母さんどないしたはず。え、お元気にしたはず。な、どないしたはずだ。ん、二人とも亡くなったわ。亡くなった。ええ、お母さんは終戦前にお父さんと一緒に引き上げてきたんだけど、どっちも栄養失調よ。大変だったのよ。ひどい目にあった。あたしも主人も子供も死なしてしもたんよ。お兄さんも。うん。それであんた今何してんの。ダンサー。まあ、いるわ。姉さんは。そんなんでお家にいてもお母さんたちに迷惑をかけるばっかりやし、江戸橋の栗山商会の社長さんが親切に言ってくれはったんでな。お家を出てそこお勤めしてんのよ。社長秘書なんですって。素敵やわ。うちも工場辞めてどこどで働こうかしら。工場勤めてたんでは靴下一足買えへんし。今どこにいるの。アパートやわ。天下茶屋の。姉さん、私も一緒にそこ置いてくれな。今お友達のとこにいるの。誕生に4人でしょ。困ってんだよ。私は、私も幸せな家庭を持ってと思ってたんやけど、こんな苦労して会うとは思わなんだわ。ほんとね。でもお姉さんなんか何ぼ苦しみはった言うてもええわ。なんでです。楽しい平和な青春時代があったし、結婚もしよはったんや。うちらの青春はかわいそうや。戦争のお金でめちゃめちゃや。そんなことがあるもんですかいな。なっちゃん、服着て向こうで作った。うん、みんなこっちへ帰ったからよ。ええ服やわ。高いでっしゃろ。高いわ。これ作るのに前がしたお金ね。まだ半分ちゃ払ってないんだ。うちもダンサーになろうかしら。変なこと言わんときなさい、あんた。はい。おいでや。はいや。お客さんか。へ、まあどうぞ。まっちゃん、社長さんよ。あの、探してました妹ですの。うん。今日心斎橋でひょっこり会いましてな。うん。ほんまに夢やないかとびっくりしました。そうか、そりゃよかったな。いや、姉さんから聞いていろいろ心配してましたね。ありがとうございます。えらい苦労しはりましたよ。ああ。
ようさん。おはよう。白いクリーム使わないでよ。なんやな、ケチンボやな。ケチンボはあんたの方よ。買いなさいのは自分のものくらい。それは私の商売道具だもの。嫌だわ。私はお給金が安いんやもん。それで社長しよう。はざけないわね。姉さん、あんたの社長さんと契約があるんじゃないの？あほなこと言わんときなさい。何してんのよ。まるで寝入っちゃったカムじゃないの。うちの社長とはそんな人と違うわ。何度皇帝夫人か。いえ、社長さん、ほんまに私を思っててくださいますの？当たり前よ。ほんまですか？何を言うてんねや。私、なんや心配ですわ。心配しいな。ん？お前かいがってやってんのに、この上どないし。ん？よしや、かいがってる、かいがってる。私はどこ行ったんです。ご存じありませんか。もう別に聞いてませんけど。あったな。何ですの。今中田さんから電話かかって、警察からガサに来るかもしれんって言うんです。ガサって。家宅捜索です。家宅捜ダメなんです。僕がいないと困るしな。それどうするんですの。私では飽きませんか。どっかに持っててくれますか。これじゃなければごまかせるんですか。そんな私のアパートへ。あ、じゃあお願いします。重いですが大丈夫ですか。大丈夫です。お願いします。出かけました。いいえ、下がらはった。そうですか。
けて、はよ、私。どうしたの、姉さん、今。なんや、どないしたんや。中田さんからお電話がありまして、今警察から捜索に来る言うてきましたって、これ持ってきましたん、ね、そこらしまっとけ。しまっといたらやないか。なっちゃん、何してたの。何もしたしないわよ。隠さんかてええやないの。軽はずみなことはせんといてよ、うん、お父さんやお母さんが亡くなりはったとは、あんたのことは姉さんが見ていかんならんのやさかい。そうやろな、あんたかて分かってるやないの。私はもうダメなのよ。私の体はもう引き上げの途中でめちゃめちゃにされちゃったのよ。何度死のうと思ったか知れないわ。でも内地へ帰ったら幸せになれると思って帰ってきたんだけど、あのままどっかへ売られてた方が良かったかもしれないわ。私仁王さんでも何でもなるわ。社長さんがそんなこと言い張ったんか。そうよ、もう子供じゃない。私のことは私の思いをさせといて。なっちゃん、よう考えてちょうだい。なっちゃん、よう考え。うるさい。おいでや、奥さん。どないしてはります。心配してましたで。あ、はっきり。ご主人はご無事出したか。いいえ。あ、そりゃおかげで気楽になりましたわ。おっと、どうせな。おばさん。え、この前言ったはった。ほら、いつかのお話な。なあるのか。行ってんのかもしれない。こいつとんのやな。ねえ、あなた。うん。姉さんと待ったんじゃない。おれへん。あれへん、あれへん。じゃあどうして姉さん出たの。もっとわしに言うたって知るのかよ。姉さん行ってる？え？
出ないの。お姉さんどうかしはった？あんたもずっと帰ってこない。いや、こんにちは。これ、あんたやっとるか。え、まあ、ゆっくりしな。うん、らっしゃ。邦子さん、あんたどうかしたの？うち家出してきたんやわ。兄さんと猛烈な喧嘩したの。おいは、うちはうちのせいで自由と幸福をつかんだんやわ。ダメよ、あんたそんなことして。家のお金持ち出してきたんよ。置いてくれはらへん。まる、私だっておうちの方に悪い。私たちどうかしてるみたいに思われるじゃないの。ダメならええわ。うち好きなようにするわ。久美子さん、どこ行くの。久美子さん、落ち着いて。決めてへんねんわ。あんた、ほんまの学生？学資稼ぎなんですよ。もうこんなことして学校行かんならんのですからね。同情してください。大変やわね。そやけど、あんた、大阪の方でどこ行くか決めてないって、ほな一体どうしたんです？まさか家出しはったんやないんでしょうな。まあ、そんなとこ。そらいかんな。お尋ねしてお力になれんかもしれませんけど、貸してください。何や心配や。よし、もう今日はあんたのために商売棒に振るわ。どうぞお茶飲みませんか。ええ店やって何でも作ってくれますよ。そう。ところが僕金持ってしませんね。なっせにおもらせへんわ。持ってくれますか。おっさん、ワイコンさん頼むわ。よお、気がしい。かぼか。ええ、頼むわ。いや、大したことあるんや。あの、家で来てきよったらしいね。名前ちょっと持ってるね。今夜、どこ見せるね。うちでね、あの、店じゃ出せないんだからね。何やら、恐縮じゃないか。ええ、ねえ、ほんまや。ええ、やっちゃうね。ねえ。さあ、座んなさい。こうやったら安心や。酒もありますね。どうです？ちょっと飲んでやろうかしら。飲みますか？ええ。ビールも取ったで。あ、おきに。これ、預かっとくわ。せやけどなんやな、見も知らん宿敷の学生と家出したお嬢さんが駅裏のこんなとこでコソコソしてるなんてロマンチックやな。ほんまね。飲みなさい。え？
飲んでないな。飲ましてるか。大丈夫やって、大丈夫やって。な、もう一杯行くな。もうあかん。大丈夫やって、大丈夫やって。次。大家，啊，加油！
なるかしらん。あ、すげえな。どっかへ勤めてたの？ハリウッドです。ハリウッド？ダンスホールだね。誰か親方でもあるの？違います。姉さんを探していたんです。仲間の姉さんだろう？いえ、本当の姉さんです。本当の姉さん？まだ来たな。とにかくあんなところをうろついてた君は悪いんだよ。病院行ってもらおう。やってたんだ。収入はいくらか。お前あんまり見たことないな。どこのパンスケや。寝そうか。レスリーの挨拶し。なあ言うてお世話さんになります言うにゃ。おい。言わなんだら出ても売却したらへんぞ。はい、いいえ。言うにゃ。言うな。あんただけにそんなこと言わないこと。おい、なに。でびっくりして探してるうちに無理やり連れてこられたのよ。姉さん、なぜこんなことになってくれたの？お金に困ってるのは言ってくれれば何とでもするの。他に訳があるなら言ってくれたっていいじゃない。たった一人の姉さんが。情けない。うるさい。訳はよ、あんたが知ってるやろ。下の男を寝取っといて、ようそんなことが言えたもんじゃ。厚かましい。なあんたも憎いけど第一男は憎いやん。男という男に病気うつして復讐したんねん。間違えられてきたっちゅうのほんまやろな。うん、しょうがないがな。検査が済まな、なんぼ泣いても喚いても返してくれへんもん。ゆべ寝てへんのやろ。少し寝たらどうやね。などと思ってもできなかったはずでございます。夜会が悪いとか生活が苦しいとか言いますけれども、何と言っても本人たちの頃あったは人気はございませんでしょうか。動かすな。いいから、この闇の女の姿だって遊びでパンパンにしちゃうね。両家の人に与える影響は甚大でございます。
我々純血教官たちが何やねん、全国的に純血運動を起こしてです、ね、おい純血教官のおばはん、えらい悪かったな。院長、うん、君島夏子どうやねん、今の子か、あれ前の本間の妹やねん、今も話しとった、うん、そうかい、病気あんのか、うん、梅毒感染だよ、それにあの子は妊娠してるよ、妊娠、うん、まあ大事にしてやんなさいよ、ご主人はよう分かりました、いちいち困ったもんです、しかしそれだけでは解決できない問題がたくさんあるんです、今の子の場合なんかも考えてやってほしいですね、そうよ、栗山の子よ、知らなかった、昨日ものはいつも不純だったし、吐き気のあったのも二日酔いだと思ってたのよ、子供なんかできちゃたまらないと思って考えてたんだけど、でもさてできたと言われたらまるで変わったわ気持ちが、院長さん病気もしっかり治せば差し支えなく子供を刺すと言ってくれたわ、このお腹に赤ちゃんがいるのかと、アホ、あんなやつの子、あんな畜生の子が産みたいのか、子供は何にも知らないわ、院長さん引き取り人があったらすぐ帰ると言ってたわ、だから栗山に来てもらうわ、姉さんも一緒に引き取ってもらうように言うから帰りましょう、今までのことは水に流して、あんた勝手に帰ったらええがな、うん、ないかね、
山田君、竹中美智子、石田美恵、古島信子、大和田房子、大和田房子、大和田の姉ちゃん、うまいことやりよったな。なあ兄ちゃん、遊ばへん？何言うてんねん、沼から遊んでたんかい。あ、奥さん、ほんまの男言うたら金ないのやろ。あやて何や、山子張りな、カツぼやぼやしいなや。おやおや、しょうもないこと聞かされてこんなアホなことあらへんわ。なんやねお前、黙ってんとなんとか言うたらどないねん。そんなにぐらい私もあんたと口引かない。なんでや。姉さんに会ったわ。聞いたわよ、みんな平気なのね、あんた呆れた人ね。何言うとんねん。若い子気はんて食うにも困るし、男も乗って寂しいやろう思って暗示したっとんねやで。こっちは功徳のつもりでやっとんねや。それこそ言うてもらえ、文句言われることあるかい。兄弟揃って暗示してもらったら喜びな。こんな気ない男あらへんで。姉さん、それであんなことになったの。そやな、なおとせんかて食わしてあるのに。もっとも、わしが死ぬまではとうにパンパンになっとったやろけど。あたしら犬や猫じゃないわ。あたしもあんたの顔見んのもいい。嫌やったら出て行きな。じゃあなんぼでもええのあるさかい。ところが出て行けないのよ。なんでや。病気も治さなきゃならない。それに。なんや。なんやねん。言うたらやないか。赤ちゃんも産まなきゃならないわ。なんや。子供できるんか。嬉しい。なあ、俺言ってしまう。あんた、本気でそんなこと言うの？ほんまやわ。そしたら、早いもんええわ。わしの知ってる医者があるわ。下ろしてくれる。行こう。行こう。いや、いやよ。ええから来んね。いやだったら。ええね。いやよ。いやだったら。いやだ。こんにちは。藤山さん。えらいことになったんや。アヘンの密輸の確証が出てしもたんや。うん、アホな。逮捕状持った。頼みます。確証もあるはずおまへんで。ところが上手の手から水が漏れてな、三宮の産業上がったんや。そっからや。まあ軽うて2年は覚悟せんだらんな。さあ行こう。しゃあね、決めよう。こちらは君の連れ合いか。いや、これは何も知らへん。まあ一つです。あんたも参考人として来てもらおう。さあ。これ見てんのか。あかんがんこなとこ。来てんのかお前。うん。この間お見つな。やろ。ああ、あいつは言ってたんやけど、ね、で帰ってきて言うてた。何やねん。そらちゃんとした部屋もあるし、りょうちゃんもええ人やし、シャリもまあひどいもんやけど、お腹は普通だけくれる言うけど。そんなええことばっかりやないか。仕事せんならな。そうや、とにかく面白ない。そうや、悩む監視ばっかりされてるようでな。
うん、朝はうつこ。あほな、ただ見てただけや。まあ、えら病気にでもなったら行くという話や。ほんでまた逃げてくんやな。何ちゅうてもただ朝がこれだけはええわ。なんや、手のない顔してねえな。この頃あんたえらいむちゃくちゃに稼いでるいう話やけど、体壊してあかへんで。生意気言うな、ほっとけ。もうどないなったってかめへんねや。あ、もう死んでこましたきたいね。いろんな男の人連れてきては飲んではりますね。しばらく元気？今おばさんに聞いた。もうダメ、私もパンパンの仲間入りさせてよ。アホなこと言わんとき。姉さんどういっぱいさ、身の回りのもんまとめ。あんたは子供産みやな。さあ行こう。どこ行くのよ。千里山に婦人ホームがあるんやな。いやよ、私そんなとこ待ってやよ。黙ってついてきたらええねん。さっさち何すんのよ。それ嫌だってな。まっぴらい。いつになったらお夢に行けるの。まったけ。何すんのよ。みんな、りんちゃんさんの大満だよ。いや、ご苦労ご苦労。なってるね。まあ元気でやってくれよ。今日はね、院長みんなに喜んでもらおうと思ってお土産を持ってきたんだよ。院長さん、何持ってきてくれはった？兵の元、すなわちお芋。みんなお芋が嫌いじゃないだろ。お、君その後の感想はどうだね。病院よりいいだろ。こんなんとこもないわ。そう言うなよ。いいとこってものは大体面白くないもんや。そこを我慢すればだんだん面白くなるね。君体はどう？へえ、大きい。だいぶようなりまして。うん、ほんまに、インテハンのおかげや。もう少しの間、病院に通ってくるんだな。あ、君、院長さん、タバコくれへん？うん、よし。しっかりやってくれよ。これから、今後に就職しても、いろいろ辛い目に遭うこともあるだろうが、負けるなよ。負けちゃダメだよ。あ、院長、ご機嫌さん。ご機嫌さんもないもんだ。人騒がしなことをしやがって。勘弁して。いつからここに来てるんだ？うん、違うね。今来たとこやね。足笑いねか？なさら、妹を連れてきた。うん、ここで子供を産ませてやりたいと思ってな。うん、すごい。それが、そこまで来たら急にお腹が痛い言うてな。苦しみ出しよって。うん、生まれるのと違うやろか。あ、そのことか。頼みました。
忍者、頼みます。なっちゃん、忍者やで。安心し。小塚さん、その辺は。頼みます。なっちゃん、しっかりし。きれいなお湯を水分。涼子さん。はい。君ちょっと手伝ってくれたな。はいはい。忍者、まだ安くですけど、大丈夫でしょうか。生まれてるものは生まれはしようないじゃないか。なっちゃん。さあ、君が出た。しっかりして。ね。君がやるといいか。さあ、君が出た。しようと、お腹の中の子供は何も知らない。美しい生命となって、一生懸命に生まれようとしている。ねえ、こんな偉大な、気高い人間の営みが、もてあそばれたり、商売されたりして良いものかどうか。どうじゃ。さらいかに決まってるがな。そんなことせんかってええようにみんなしてしてくれたらええのよ。まともな立派な道を暮らそうとしてるもんを男言うたらな、女と見たらすぐおもちゃにしようとかかるよね。せやってお前は男という男に復讐してやってね。それで君は勝ったか。何が残った。汚れ果てた傷だらけの君が残っただけじゃないか。生まれたよ。お母さんは大丈夫だ。赤ちゃんは？うん。まだ病気が十分に治ってなかったんだね。でもまあよかったよ。子供は生まれてこなんだ方が幸せやったかもしれんわ。気落としなや。丈夫に生まれたかてやつき子は育たんよってんな。私産んでみせるわ。この手がちゃんとした本当の結婚して立派な立派な赤ちゃん産んでみせるわ。きっと産んでみせるわ。そうだそうだ。ねえ君、君もここへ入って更生するんだな。何も低層を犯されたからといって夜勤になってめちゃめちゃになるなんてことじゃダメだよ。そう、君たちは新しい女にならなきゃいかんね。新しい女は自分一人の幸福や低層を守るだけでなしに、所詮全部が愛などせず低層も犯されず自由に幸せに暮らせるような世の中を作ることだ。姉さん、ご機嫌だな。
うちはこれでも札のシャリまで食ってきてるやつな。よしよ、こっち来。どこ行くねん。お前足洗うつもりか。そんなら別れのごちそうしたるよって。おい、はっきり返事し。
緒になる。殴るなめとけずなどんなとして具合はもうこんなこと言えない。お前ら自分で自分が怖いと思うのか。何姉さん、姉さん、姉もうこんなワイランのような女、一人でもこしらえたらあかんのよ。何何やるの、お前、ふざけんと言う。